新聞記事読んでみね。フィーチャリング前のメリー。リュウちゃんは365日休みみたいなもんでしょうが。何をおっしゃるメリーさん。琉球新報社のマスコットキャラクターとして僕がどれだけ毎日好感度アップに勤しんでいることか。実質365日仕事とも言えるんだ。リュウリュウちゃんはこんなこともあんなこともやって毎日忙しいからね。どこがだよリュウピピー。はい終了。もう喧嘩しないで。せっかくのゴールデンウィークが台無しですよ。だってリュウちゃんが。はいはい、早速記事紹介いきますよ。今日は皆さんも気になるゴールデンウィークのお話です。おお、今回の記事は沖縄路線のゴールデンウィーク予約 13.2% 増の往復で36万人、特徴は家族連れ、県内路線は間際で予約積み上がる。おお、 13.2% 増か。そこ詳しく。沖縄発着路線を運行する主要航空5社は4月21日2023年のゴールデンウィーク期間の予約状況を発表。5社合計の予約数は前年比 13.2% 増の36万6820人でした。ちなみにこちらの数字は往復を含めた予約数なので、実際に搭乗する人数は半分ほどとなります。やっぱ旅行する人増えてんだね。国際通りとかめっちゃ観光客いるもん。メリーもどっか行きたいな。でももう遅いかな。航空担当者によると、県内離島路線は21日時点での予約率は 50% 程度ですが、ゴールデンウィークもあと2日あるしまだ間に合いますよ。離島行っちゃう。石垣でダイビングとかありじゃない。リュウちゃんも連れてって。リュウちゃん飛行機台あんの。大きなぬいぐるみのふりをすれば。でかすぎるわ。自分の荷物にプラス新聞1ヶ月分の荷物とかしんどすぎだから。リュウちゃんとお金払って乗りましょうね。でもせっかくですし、みんなで行きたいですよね。みんなも新聞記事読んでみね。チャンネル登録よろしくりゅう。この記事についてもっと詳しく知りたい方は概要欄から。他にもいろいろな記事があるので見てみてください。今回はここまで。みんなも新聞記事読んでみね。読んでみね。チャンネル登録もしてくれるかな。お願いします。